あ、かわいい。うん、あそこ、ビエンベニードボカって書いてありますよ。書いてある。私たちボカに入ってきました。こんなんが街にいっぱいあると。はい、そしてカラフルな家がたくさんあると。なるほど、楽しそうだね。ね、どうしたいですか？いや、何もないけどちょっと真似してみた。なるほど。めっちゃ見つめてる。それいいよ。でもいきます。3、2、1。あ、いるじゃん、これ。これじゃないの？これだよね、この人だよね。あ、足、足履いたね。すごい速さだね、今。スリットっすか？スリット。おー、わー、綺麗。なんだろう、一気におしゃれというか。なるほど。あれですね、モロ観光地ですね。だね。作られたおしゃれゾーンです。だからディズニーランドみたいな。まあ確かにね。色使いとか一つ一つそこだよね。うん、確かに。こちらは、ボカ地区のボカジュニアーズの本拠地ですね。トドボカ、全部ボカ、全てボカのものが売っていると。なるほど、この辺ボカ色ですね。面白い。で、スタジアムがやっぱりボカ色ですね。こちらがボカスタジアムですね。 CABJ と書いてある。ボカジュニア、ボカジュニアスか。 BJ はね、ボカジュニア。 BJ は何だろう。アルゼンチンボカ、マラドーナのもともといたチームというところですね。うわーい。だから葉っぱだった。